開国博 Y150、開国博 Y150、開国博 Y150 とは、横浜港開港150周年を記念して、2009年、平成21年4月28日から9月27日までの153日間、神奈川県横浜市で開催された地方博覧会である。正式名称は、横浜開港150周年記念テーマイベント、開国。 開港 Y150 であり、開国博 Y150 は,はこのイベントの愛称である。英文表記はであった。神奈川県庁を監督官庁とする財団法人横浜開港150周年協会が主催した。財団法人横浜開港150周年協会の前身となる近代日本開国横浜開港150周年記念事業推進協議会が 1854年の日米和親条約締結と1859年の横浜港の開港から150年後にあたる2004年から209年までの5年間、横浜の活性化策として展開するために2003年に設立され、本博覧会はその一環として企画された。博覧会の会場は横浜みらい21の中央地区や新港地区周辺が ベイサイドエリア、横浜動物園、ズーラシア周辺が、ヒルサイドエリア、横浜駅周辺から山下、山手地区周辺の島一がマザーとエリアというように3つのエリアに分けられた。開催時期は、ベイサイドエリアは4月28日から9月27日、ヒルサイドエリアは7月4日から9月27日、マザーポートエリアは2009年中開かれた。このうち、イベントの実施、 設計及び制作運営を、ベイサイドステージが、白報道 JV、ヒルサイドステージについて、朝通 d k が、受託業者として選定された。横浜に、縁のある、日産自動車、新日本石油、コカ・コーラ・セントラル・ジャパン、日本発情、日本ビクター、3F、ファンケル、横浜銀行、テレビ神奈川が、共産企業として、名を連ねた。テーマソングには、ゆずの、 未来が選ばれた。根岸線横浜駅石川町駅、港未来線、横浜駅元町、中華街駅、京急本線、横浜駅日の出町駅の全駅を含む市街地を広くエリアとしている。特にパビリオン等は設けないが、地域ぐるみで観光客をもてなす場として、スタンプラリーや、有体割引制度を実施する。 有料ガイドによる全12コースの街歩きも受け付けている。2009年5月31日にパシフィコ横浜国立大ホールで上演された。宮本亜門が演出し、石井正則、矢原翔介、飯島直子、草笛講師、五代道子、高田信彦、桜塚役君、千住真理子、パックン、ユズ、佐々木和弘、真鍋香織が出演している。また、 天皇皇后両陛下は横浜開港150周年記念式典にご臨席されているが、この公演もご覧になっている。横浜開港資料館の中庭に植えられる玉クスの木の生。上半身は芽を出した。主子、下半身は船をモチーフにしており、横浜の種が世界に向け出航するイメージを表している。声は横浜出身の松本理科が担当。 デザイン及び名称は一般公募によるもので、デザインは520作品の中から選出された。博覧会のみならず、横浜開港150周年記念事業すべてのマスコットでもある。2009年度のお年玉付記念がはがきなどにも印刷されたほか、港未来が舞台となった映画プリキュアオールスターズ DX みんな友達、奇跡の全員大集合。 2009年3月公開にも出演した。また、種丸をモチーフとした、ご当地、キティのグッズも制作されている。種丸の友達であり、ライバルというサブキャラクター。開国博愛150を盛り上げるために応援に駆けつけたという設定を持つ。名前のモチーフは、横浜開港の立役者となったマシューペリー。黒船をモチーフにした黒い船体に釣り上がった目つきと、 いわゆる、ゆるキャラの、タネマルとは、対照的な容姿を持つ。開国を求めて、背中の大砲をぶっ放す。怒りを振り回す。さらに頭の煙突からは大量の二酸化炭素を、撒き散らすなど行動も極めてワイルドかつ破天荒であり。販売されている、ペリーテイト君のミタオルの中には、ナッシングキャンストップミー、何も俺を止められないの文句がプリントされたデザインのものも存在する。 上述のミニタオルをはじめ、彼のグッズは開国博愛150、始まりの森会場だけの限定販売となっているために知名度こそ、パネマルに劣るものの独特の怖かいキャラが来場者の注目を集め、ライバルに引けを取らない博覧会の人気者となっている。最終的に挿入場者数716万6300人を記録したが、 有料入場者数は1239,325人であり、計画していた有料入場者数500万人には遠く及ばず、約2 5億円の赤字となった。最終的には、約2 8億円の赤字となっている。閉幕後、横浜開港150周年協会とイベントの企画運営を委託した企業や入場券販売の契約を結んだ企業との間で、 相互に提訴になった。2010年11月には、協会と白報道 JV が調停に入り、白報道 JV に対する協会の債務残高約34億8000万円の、うち、協会の資金となる約11億4100万円と市の補助金、約12億6000万円を白報道 JV に支払い、 残額10億3100万円は再建放棄することが発表され、その後の市議会で補助金相当額の資税を投入する補正予算が可決された。2013年までに TSP 対応、朝通理系とも調停が成立し、協会は同年8月31日で解散した。開催前の2009年3月7日に横浜、第三橋に寄港した。 高速船なっちゃんワールド号の歓迎レセプションの際に Y150 の事業費は既存の余剰金を活用し新たに記載などを一切行わなかったと中田博市長は語ったが結果的に市民への負担を強いることとなってしまったのである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。